久保さん今回カンニング竹山さんにしましょうかカンニング竹山さんどうにかなる大丈夫それが正しい答えだと思うんですよね人生ってなかなか深いっすね <laughs> どうにかなる大丈夫それが正しい答えだと思うんですよねと人生ってこれね深いっすねどうにかなる大丈夫それが正しい答えだと思うんですよねと。 まあ人それぞれこれが正義だとかこれが正しいとかこれが間違いだとかいろいろ人それぞれあると思うんですよ。でカンニング竹山さんはどうにかなるそれが大丈夫っていうのが答えなんじゃないかなと。うん。まあ結局ですかねうんじゃあこれがなんだろう俺の人生ってどもうどうにもならないよ 人生ってそんなもんだよなっていう風に考えたら人生終わっちゃうじゃないですかどうすかもう終わりですよねなんか生きてる生きててなんかあんのみたいなだからこの逆説だから逆説を考えると多分そういうことですよね俺の人生ってもうどうにもならないよって考えたらじゃあどうするどうやって生きていくのっていう これ結構ねすげえいい言葉だなと思うんですよね。うん多分ピンとこない人はこれの逆説を考えると逆説を言ってしまうともう終わりなんで人生が。<laughs> <laughs> うん。だまあどんな状況でも、うん、やっぱどう思ってやっていくのかっていうところが大事なのかなっていうまあそれが全て、うん、生きるっていうことだと思うんですよ。 生きるっていうことは常に死ぬリスクもあるわけじゃないですか例えば多分これは考えないと思うんですけどあどうせ俺明日死ぬ人生終わりだって生きてる人って多分まあまあまあな例えば、えー、どうせ俺は明日交通事故で死ぬもう人生終わりだなって生きてる人ってあんまりいないと思うんですよでも可能性としてはあるわけですよね交通事故にまあ青信号でああ渡っててもね まあ昔、渋谷のね、渋谷だ、あ、池袋か、池袋の、あの、事件、もう数年前ですけどね、あの、ブレーキとアクセル、踏み道、あれで突っ込んで、えー、奥様と子供さんが亡くなられた事故ありましたけど、まあ、普通にある、ね、あるわけじゃ、突っ込んでくるみたいな、あるわけで、可能性としてはゼロではないんですよ。だけど、そこを考えて生きてる人って、あんまいなくないですか久保さんも僕もそうだと思います。 久保さんも「ああ今日俺地震に巻き込まれて死ぬな終わりだな」とかね考えて生きてないと思うんですよ <laughs> <laughs> うん。そう。だからまあ、うん。これはいい言葉だな。うん。 まあ,あのビジネスやってたらねいろんなリスクリバーサルっていうのは考えないともちろんいけないんだけどもうーんまあ YouTube の話だとねそもそもリスクがあんのかって話で金銭的リスクはゼロなんで YouTube 始めるのに0円でできますししかもその0円でできるものを提供している会社さんが世界トップクラスの Google さんで <laughs> うん。 そううん、だからまあそういうそのなんだ僕たちはチャンスがいっぱいあるわけじゃないですかそういうのは今無料で使えるしいろんなものがねうんあとはまあやるかやらないかですよねうんそうこれは結構深いなカンニング竹山さん素晴らしいいってらっしゃい